はい、どうも、こんばんは。高助の部屋、高助です。ご視聴ありがとうございます。今日はですね、エクストリームアドベンチャーをバージョンアップしたので、やっていきたいと思うんですけれども、ですね、今、私、右足の太ももの裏を肉離れしてて、プレイができないので、緊急ゲストをお呼びしました。はい、こちら、しゃがむと、多分カメラに顔入る。あ、入る。あ、入った、入った。はい、ゲストのアンリミくんで す。どうも、アンリミです。よろしくお願いします。はい。まあ、自己紹介してもらうかな。はい。自己紹 介まあまあなんかいるの？まあ。まあね、有名な方なんで、多分皆さんご存知。うちからすごいね、近所に住んでるんで、はい、来ていただきました。はい。なんか言えよ。いや、なんか、喋った方がいいのか、なんか、そのまま進行させといた何方がもいいのね、か。説明してないんだけどね、エクストやるよしか説明してないんだけどね、高助の自作ゲーム、上にモニターあるでしょ。アンリミ君から見ると上にモニターがあるんだけど、エクストリームアドベンジャーっていう、まあ、ミッションをクリアしていくゲーム。主人公は今、バビロンになってる。か、某有名なキャラクターに似てるけど。アドベンチャーだから。アドベンチャーだから。似せてあるの？ライフが最初100%なんだけど、ミッションをクリアするとアップして、失敗すると減っていくから、ゼロになったらゲームオーバー。で、3ステージあって。で、これバージョン1.2ってなってんだけど、1.0の時に自分でやって動画配、あの投稿したんだけど、あまりにも難しくて、サードステージの3の1か、3のエリア3の1でゲームオーバーになったから、だいぶミッションをね、内容、曲目はほとんど変えず内容を簡単にしたからね。超有名ランカーさんだからいけると思う。ちょっと待って、環境がだいぶ違いすぎるんだけど。まあそういうわけでね、やってもらいましょう。はい。よろしくお願いします。モスとかにあったあのミッションみたいなもん。まあ一応エクストで普通に選べるオプションで選べるものしかないから大丈夫。できると思う。はい、よろしくお願いまあ、しできまるだす。け頑張りまはい、それではやっていきたいと思います。はい、エクストリームアドベンチャーの方を起動します。大丈夫、いくよ。どうぞ。上の画面見てもらうと。レッツエクストリームアドベンチャー。あれ？今ね、最初のエリアに入ってね、3つあるんだけど。アロービーチっていう最初のエリア。こうやってステージが出てくるのか。アンリミ君100%。で、バージョンアップした時にね、上限値を150までに上がるようにしたんだよね。で、時間かかるからね、測ってるから、行こうぜ。最初のエリア1の1、マイサマーラブ、ディヒカルトだね、スタンダード。ディヒカフルォースミット、クス。マイサマーラブ、マイサマーラで、ブ。丸を長押ししてもらえると、オプションを2のヒドゥン。それ以外は自由。それ以外は自由って、それ以外つけたくないんだけど。ヒドゥンか。あれ、ヒドゥンって途中で途消中えるでやつ消だっえけ？る。使わないからな、こういうオプション。ちょっと映像が乱れた。気にしない。はい、じゃあ実況解説しようかな。まあでも言うてね、ファーストステージだから。前回はこれ1.5倍だったのよ。2倍に変えました、難しいんで。グレート10以下のフルコンで20%アップ。まあ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 、グレート以下20個以内ならゲージは落ちないから、ライフ落ちない。それはフルコンしなきゃいけない。フルコンは、フルコンすればライフが上がるよって感じかな。画面途中消えるの、これ。
こっち大丈夫だけど。接触悪い。ギミックギミックギミック。たまに画面消えるんだけど、それがアウト。やばい、こっちの画面止まった。機材がね。トラブルばっかりや。ね。少々お待ちください。ギミック発動しますけど、ギミックはね、アンリミ君が頑張ればいいんだけどね、視聴者が見えないギミックはやばい。あ、直った直った。こっちの画面で勝手にギミック発生するのやばいや。で、いくつ、グレー14だね。映像乱れてるし若干。もうね、プレステ2が古いからね、しょうがない。しょうがないかもしんないけど、これさ、なったなった、アドベンチャーのさ、難易度上げてる気がする。そっち見えてる？こっちは今は大丈夫。とグレート14だから、フルコンしたね。フルコンはした。15だ以下だから、じゃあ、青だ。はい、次。10増えた。ライフ10増えたね。やったぜ。前回は100が限界でこれ以上増えなかったんだけど、さすがにきついから150まで上がるようにしました。はい、セカンドステージエリア1-2、ステイオーガニックなんちゃらバージョン、どこだっけ、家庭用だっけ、キーボードとかだっけ、なんだっけ、どこだっけ、あ、ビーマニ3じゃない、そうだっけ、ビートマニア3、もはや覚えてない。あれ違うね。あれどこだっけ、ステイ探すので難易度上がってない。名前の順の方が良かった。相当。ステイってどこだっけ、あ、マンバー5号、違うね、その辺だったと思う、キーマニとか。ダンスマニアックス。見つかった。劇でオプション入って、いいでしょ、で2倍ブースト、え、めちゃくちゃ早いんじゃない、どうだろう、ヒドゥンは消して、ヒドゥン消していいよ、かけたかったらかけてもいいけど、いやいいよ、いつでもどうぞ。2倍ブーストで、これもね、スコアアタックみたいな感じ。え、スコアアタックじゃないやつもある？でも結構いろいろコンボアタックもあると思う。そんな速くなくない？個人的にはちょっと速い。これバージョン1の時3倍ブーストだったんだよ。やばい、ね、確か。いやー、スコアに関してはもうね、アンリミ君は言うことないね。問題はこの速さでコンボ切らないかだよね。そうね。ちょっと早いね、確かに。あ、いい曲。これ自体そもそもあんまり倍速が速いプレイヤーじゃないから。そうね、アンリミ君はもともと倍速遅めだからね。そう、高助兄弟ね、気使うから結構アーケードより疲れるんだよね。ベタでやったら他抜けるかもしれないし。あ、曲短いから助かる。いったかな。まあ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 ね、ファーストステージはね、あ、グレ4だ、グレ4、全然プラス20だね。やったぜ、増えた増えた。1-3かな、次。130%。これ、5と10のステージが、ライフが多ければエクストラミッションが出る。ジャネジャナ。どこだどこだ、ダンス。ジャネジャナ。あ、上にいる、上にいる、上にいる。あ、まあ、上にいたわ。で、オプション入って。今度は遅いな。1.5 倍のレフト。レフトのフラット。で、今、ノートをかけてるから全部赤になる。
これもミッションはね、グレード10、あ、グレード5以下のフルコンだって。まあでも15位ミス含めて15歩以内なら減らない。ノート矢印でフラットって多分見慣れないと思う。レフト譜面左を向けば前後後できるはず。そんな余裕は私にはない。16部が、え、8部、それ8部に見えない。16部、8部の区別が難しいと思う。左右とかがね、縦になってるのが難しいね、レフトは。今のとこね、画面は安定してる。画面は安定してる、確かに。さっきやばかった。なんかね、動画見てる方でね、あのプレステ1、2のコード新品とか、新古品か、今新品はないだろうけど、売ってるお店あったら紹介してほしい。あ、お、結構いいんじゃない？ミスったよね、でも。フルコンは逃したけど、別にフルコンはしなくていいのか。フルコンするとまああれだよね、あ、ライフが上がるってだけだよね。グレート以下10個以内だね、これは。10個以内だから青プラス10。あ、でも増えたわ。増えた。よしよしよし。オッケーオッケー。次1のいくつだ。4じゃない。1の4、トリップマシン原曲のスタンダードファーストだね。原曲のスタンダード、オプション入ってスタンダードだね。で 1.5 倍ブースト、これもね、スコア高な。フラット戻して大丈夫。よし、ミスれミスれ。もうなんていうことまあ、ね、正規譜面だからね。覚えてないけど、正規譜面。正規譜面結構交互に踏もうと思ったら入りが難しくて、 1.5 倍ブーストだから結構厄介かも。これもバージョン 1.0 の時よりも倍速を下げてます。ミッション内容も結構楽になってるはず。知らないからね、1の時はね、ライフ回復20とかが PSC じゃなきゃといかなかった。それはやばいわ。それも上限、ライフ上限が100っていう。100あったらじゃあ達成する意味がない。そうそうそう、100あったら0以上ならいいってなる。今回は150をマックスにしときました。行くんじゃない？いや、あ、もう出た？お、1個じゃん、惜しい。悲しい。じゃあ赤ボタンだね。ライフがマックスになったね。やったぜ。じゃあライフマックスだから、次のステージって1の5って、なんだっけな。桃色じゃない、黄色マス、ライフが 80% 以上でエクストラミッションが出るから、これ多分ミスしてもいくんじゃないかな。ラブトリ、トリップマシン、ラブミックス、家庭用フォルダ。え、家庭用だっけあれ？ 2MB だからね。で、1.5 倍ヒドゥンダーク。しかも激やないか。見えてる上のモニター。ああ、一応見えてる見えてる。1.5 倍ヒドゥンダーク、ブースト消して大丈夫。ブースト、あぶねーダークダーク音押し。ヒドゥンダークだからね。
やば、なんだよ、ま、でもリバースじゃないんだけど、まだマシか。リバース苦手？リバースは苦手。そのうちあるリバース。さあ、裏打ちだ。裏打ちと表打ちの区別が難しい譜面だ。ひるんで消えるまでにちょっと色の認識が結構難しいかもしれない。これお、ミスった。お、ミスった。アンリビさんがミスった。すごいボックスしてるよやっぱね、トリップマシンっていう感じの譜面だよね。すごい踏み方。交互に踏めない地帯。全然お通し問題なさそうですね。ミスった。いくつリザルト？おお、1の1、2個か。フルコンも逃したからプラス10だね。青ボタン。で、エクストラミッションに行く。あ、これからがエクストラミッションなのか。そうそうそう。丸ボタン1回押して、はい、エクストラミッション。これね、結構ね、条件というよりもあのゲージの減りがやばいやつ。サバイバーやんけそれ、そう、これ前回桜だったんだけど、桜がなぜか判件に引っかかって。え、判件なの？判件というかね、多分なんか桜という楽曲で多分何か引っかかったんだと思うんだけど、あ、トリップマシンサバイバーに変えました。いつでもどうぞ。トリップマシンサバイバー 1.5 倍リバース。ふざけんなよめっちゃ怒ってエクストラはだって、エクストラは、あ、ダーク消して大丈夫。エクストラはだって、あの当時のエクストラを再現してリバース仕様全部。うわ、最悪や。で、劇だね。はい。で、これコンボアタックほぼ、あ、違う、スコアアタックだこれ。まだ全然覚えてない。サバイバー。グレート以下12個以内でゲージが減らない。ライフか。ここに来て難易度9が来たね。あ、ムービーが懐かしい。ちゃんとある。いいですね、この走ってるムービー。ここまでトリップマシンが3つ連続できてるね。あ、そう。初代と。2、3、4。あ、ムービーすごくいい。多分ムービー見てる余裕ないと思うけど。いや、懐かしい。あ、すごい余裕かましてる。大丈夫かな。リバースがね。トリップマシンサバイバーはでもまだお通しで判定取りやすい方だと思う。一歩目がね、難しかったから。そうね。でもエクストリームの中ではかなり難しい方だと思う。やば。グレー6。グレーと7以下のフルコンボ。お、じゃあプラス10だ。やった。でも増えないのでは。もうマックスだから。まあまあ減るよりはね。エクストラミスるとかなり減るから。1の6。ベイビーベイビーギミアラブ。フォースミックスだね。これすごいよ。あの、エクストのこの家庭用のビビビビギミオラブの判定が素晴らしいから、
で劇、うん、なんかね劇しかも曲覚えてない。ね、2倍ダークリバース。またリバースかよ。はい、頑張って。どんな曲だっけ。歌おうか。いや、曲出してよ。これむずいよ。普通に最初から。いや、これね、前のバージョンの時等速だったんだけど、さすがにやばくて2倍に変えたんですけど、それでもむずい。確か判定がすごい遅いんじゃなかったっけな。じゃけ分からん。グレート以下15個以内でプラス10かな。25個以内でなんとかゲージが減らないみたいな感じかな。とりあえずマックスだからね、増やす意味はないから。じゃああえてミスる。そうじゃない。そうじゃ、そうじゃないよ。25個以内。画面が安定してる。最初だけだったね、不安定な。最初と始める前に。始める前ひどかった、ね。調整しました。意外とグレってるよ。中々だね。グレグレグレでも58で出るから、58で出るからどうだろうね。まあ大丈夫やね。まあ減りはしないかな。わお、あ、全然大丈夫。11個なんで青プラス10。ニューレコード。え、マジでアカウント分けとかこの時代ないからね。ね、 R3、クラブバージョン。これ難しかったな。アペンドディスクかなんかのやつだ。そうそうそう。の、ディフィカル、スタンダードでオプション入ってもらって、1.5 倍ヒドゥンフラット。BDR の画面を覚えてないっていうのであって、曲は。これフラットが難しい。テラとかにもあったはずだから。フラット。レフト？え？レフトかかってるよ。あ、じゃあその下、その下フラットでリバースは解いて大丈夫。よし、解かなくても大丈夫。うん、丸か下ボタンでいける。あ、そっか、丸でもいけんだ。いや、いいね、ビートマニアの曲はいいね。やりたくなってきちゃうかな。これね、裏打ちと表打ちどっちかどっちかフラットだと分かんなくなる譜面。表打ちだよ。表打ちだよ。やばい、死んでるやん。普通に間違えてんのかな。リズムがね、裏拍と表拍がね、ややこしい。これだからスタンダードなの。あえて。なるほど、劇じゃない。これはフェールドしたんじゃないか。多分死んだと思う。フェールドしたら普通に無条件でゲージがライフが減るんで。だってスコア増えてないの。あ、本当だ。あのズタッタッタッタの後にドンドンドンって普通にシブがあった。全部裏打ちだった。あ、マジで。だから死んだのか。フラットだからね。全然分かんなかった。マイナス20。チーン。でもまだ130あるからね。減ったぞ。え、でもこれあれステージっていうか進むの。進む進む。あのライフがゼロにならなければ進む。フローズンレイ。あ、
その間もあれなのか、時間は進んでる。時間は進んでる。フローズンレイはキーボードマニアで劇、この劇かってはい、サドゥン、それ以外は自由はちょっと待って、倍速どうしたらいいんだ。いや、等速でも早いかもしれない、サドゥンはマジで。で、あとはターンとかは自由で、フラット消した方がいい絶対。サドゥン結構急だよ、このエクストのサドゥンは。やっぱ使わないオプションが来るとやばい。今ないからね、ヒドゥンとサドゥン。え、今ヒドゥンとサドゥン普通のはないからね、現行機に。そうだっけ。うわーなんか真ん中ぐらいから来る。ほとんど色が見えないかも、これ。踏む寸前ぐらいまで色が分かんないかも。スライドすごいぞ。分からん。まあミスが少なければ10個以内に抑えればゲージは減らない、ライフは減らない。面が普通に難しいね、これ。もう交互に吹雪が全くないね。いや、もう生き残るので必死みたいな。いい曲でした。やば、譜面打つにむずい。この前のステージのゲージで、そうか、ミッションが分岐してるんだ。ルートが、分岐もあるのか。あの上の画面見てもらうと、マップのところがね、あのパーセントによって分岐してる。ああ、そういうこと。あのピンクのところ、ね、そうそうそう、ピンクマスは。で、ミスと合わせて16個だから、グレート15以内は逃してる。あ、ゼロや。なあ、ゼロだね。緑ボタン。チン。はい、1の8。ああ、むずい。もっと難かったんだよこれ。むずいよ。あ、これむずいやつ。キーポンリフィン。なんだっけ、家庭用、あ、ビートマニア、ビートマニア、普通のビートマニア。普通のビートマニア。あ、違うな、3かな。あ、デラなわけねえな。3の隠し曲かな。あ、いた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 。で、劇だねの2倍ヒドゥンダーク。あれ、ダーク聞いたことないかも。マジで曲知らないと俺リズム厄介だよ。2倍ダーク以外はちょっと、アッケドにはノバ時代にあったと思う。あ、覚えてね。あったっけ。いや、あったと、あれあった気がする。やばい、全然覚えてない。なかったっけ。なんか聞いた記憶が。ノバ時代にビートマニア3にはあった。やばい、ごめんなさい。あ、ごめんなさい、アーケードやってみる。あれ、なかったっけ。あったと思うよ。たまにちょっと反応悪いかもね。いい曲。やばい。
トマニア曲は本当にいい曲多いね。ナグレオさんの曲。入ってたと思うよ。なんかね、アーケードで音ちっちゃくてあんま聞こえなかった記憶ある。ピースアウトとごっちゃになってるかもしれない。ナグレオさんの曲。この条件は、ゲージ、ライフを増やそうと思ったらフルコンボしないといけない。もう終わりじゃん。ミス5以下ならゲージ減らない。ライフ減らない。ミス5以下は多分大丈夫。ミスというかグッド以下ね。コンボ5位。これグッドでコンボ切れるから。お、ギリギリ5だね。ギリギリ5なんで、そのまんま 130% かな。緑ボタン。次が1の10かな。マジで危な。あれ、アフロノーバ、あ、なんか文字が出てないね。え、そうなの？ミッション緑から下が出てなくね。本当だ。ちょっとバグです。直します、後で。じゃあ今勝手に決める、この下。勝手に決める、やばいでしょ。ちょっとね、アンリミ君が踏んでる間にプログラムを見直してきます。で、サドゥンのみ、あとは自由。その他は自由。でもサズンさっき等速で速かったっしょ。速かった。ちょっと僕今ミッションをバグってるんで見直してきます。ちょっと待って、グレ8以下のフルコンボやばいでしょこれ。とりあえずやってやってみよう。あ、やってて大丈夫。いやー、グレ8以下は無理。一瞬こっちには出てるな。ちょっとね、バグっぽいんで口頭で結果をお知らせします。めっちゃ画面が動いてる。あ、モニターそのものが。そう。気にしない気にしない、それは気にしない。これもでもあれかな、エクストラミッション行くと思う。よっぽど黒でもね、黒でも 25% しか減らないんで。これなんで表示されないんだろう。ちょっとバグっぽい。よっしゃ。あ、バグあった。直しました。まあ、ただリロードしないといけないから。あ、マジで？見てないうちに PSC だった。あざす。ごめん、ちょっとね、プログラムミスで止まった、ここで。何？ PSC 出したら止まった。ミッションが出てないから。130% のセカンドステージから、あ、そっか、エクストラか。ちょっとね、じゃあカットしようか。一回カットします。すいません、プログラムミスで止まりました。ここまでね、再現してきます。はい。え、PMC 出したのにこれカット？カット。プレイは映ってる、プレイは。はい、じゃあ一回カットします。はい、すいません、プログラム直してきました。時間がね、今3分ぐらいにすごい早くなっちゃってるんで、さっきの結果と、あの動画見てね、時間を差し引いて後で計算します、タイムに関しては。で、ここで PSC を取ったので、赤ボタンを押してエクストラミッションに行くところから再開します。またファーストステージの
1の10のエクストラミッションマックス300 まあ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 マックスシリーズっぽいでしょ1.5 倍リバース。うわあ、初期エクストラやん。それ以外のでここで大事なのはそれ以外のオプション禁止。まあ昔の再現です、ね。でコンボアタックだね。おい。プラスにしたかったら15以下のグレ15以下のフルコンなんだけど、それ以下は、グッド以下をいかに出さないかっていう感じだね。マジか。かなりこの当時の 1.5 倍リバースは早いと思う。しかも譜面覚えてるわけじゃないから全然やばい。これはねハイスピとの勝負かもしれない。あちゃんとイガグリみたいな背景、ドロップアウトとかもこの背景だったよ。あそうだね。ネクストはねドロップアウト入ってなかったっけ。入ってたっけ。あ、若干今とリズムが違う MAX300。 コナミさん連符とかなのかな多分、まあ、マーベラスがないからそこまで厳密に押さなくても大丈夫だとは思う。アンリミ君がねものすごいつま先踏みしてんだよね、こっから見て。めっちゃつま先だもん。これがね、面白いよね。お、フルコン行くか？最後の縦連は結構頑張って踏んだ方がいいかもしれない。おお。ちょっとつま先疲れる。あグレード15以下だからね、フルコンだねこれは。19個出た。いやでも素晴らしい。プラス10だからゲージが減らない。疲れたエクストラミッションだけはきついかもしれない。はい。でねこれでセカンドステージ上のモニター見てもらうとねわかると思うんだけど、はい、次のアドベンチャーに進みます。はい、森林ゾーン。あ、ジャングルジャングルではないな、森林フリーズフォレストでね、ここでね、とりあえず今日はこの動画は終わりにしたいと思います。カメラに向かって何かあれば。まあ、次セカンドステージに進むから。めっちゃ疲れたつま先疲れた下半身しか映ってない。やばい、マジかちょっとしゃ、あ、入った入った結構しゃがまないとあれなんだね足元カメラみたいになってる。あーなるほど。これからまたちょっとずつ難易度とねゲージの減りがきつくなっていくから頑張るっすわ。もうちょっと全然でも余裕そうだね。いや結構きついよじゃあそれでは次回、今日もご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。お願いします。